夫婦でサーカスという会社をやっている引田舞です。すごい仕事で外に行くことも多かったので、コロナになってなんかいかに子どもたち夫含め家族としてのチーム作りというかベース作りみたいなのに立ち返るというか振り返る時間をもらったのかなとは思っています。なんかそれまではすごく仕事も忙しいともう保育園にバタバタ迎えに行って外食に頼ってしまうということも多かったんですけど、もちろん今も外食にはお世話になってるんですけど、子供を巻き込んでいかに自分の苦手な夕飯作り献立を考えるとかが本当に苦手なんですけど、それをこう素敵な料理の道具だったりとか子供たちに参加して手伝ってもらうっていうので日々楽しくミッションをこなしていくっていう風にこうマインドをちょっとは変えれたのかなって思います。なんかちょっとずつ息子のその赤ちゃん帰りだったりお姫様抱っこしてとかたくさん話せてたんですけど、言葉が本人がこう出てこないみたいな詰まってしまうようなシーンが増えたりとかして、あこれはまずいぞとどうしようっていうのでこう夫婦でも話し合ったりして、でそんな中で何気ない瞬間だったと思うんですけど二人っきりに息子となった瞬間があって、そしたらお母さんと二人っきりって特別だねみたいな、すごく僕嬉しいっていうのを言ってくれた時に、あそんな簡単なことなのかと、常にこう家族4人で動く方がいいみたいに思っちゃってたんですけど、あえて息子とじゃあ今日2人で何々買いに行こうとかどこどこの公園にちょっと遊びに行こうっていうするだけで、だんだん息子がこう気持ちが荒れてた部分が穏やかになってきて、なるべく君を見てるよっていう感じのことはできるようにしようかなって思ってます。子供たちが起きてる時に引き出すと、まあ、みんなわーって来て、じゃあカエルの歌弾いてとかエルサのあれ弾いてみたいになるので、まあ、それも楽しいんですけど、自分のこうしっかり練習っていう時間はみんなを寝かしつけて夜11時くらいですかね、のそのそ起きてきて自主練をして、で弾く曲もクラシックよりはこうなんかJ-POP だったり歌える歌だったりっていうのの楽譜を買ってっていうのをちょこちょこやってます。こうどっちかというと集中して没頭できる時間みたいなのはなかなか持ててなかったので、仕事かね、子供かでもバタンって寝て朝が来てしまってっていう感じだったので、なんかちょっとそういう時間は今本当にお酒飲みながらっていう時もありますし楽しいなと。キエロだとその微生物が食べていってくれるので生ゴミが消えていく土に帰っていくっていうものなので、
とうちにも向いているのかもっていろいろ探して始めました。子どもたちが土いじりというかもうただただシャベルでほじってでぐさぐさやってっていうのに楽しんでくれるので、ダメなものもあるんで、そういうのもこうみんなでなんかここまではいけたけどこれは違ったねっていうのがその次ほじり返した時に分解ができなかった人とかが見えてくるので調べながらやってます。なるべく忙しくても夕飯はみんなで顔を合わせて今日どうだったっていう話をするっていうのはずっと変わらないですね。なんかそれまではすごいなんかちょっと意地を張ってたというか、夫の方がやっぱり仕事量があって担当していることも多かったりするので自分がちゃんとやれてんのかなっていうか、まあ夫に認めてほしいっていうのもあったと思うんですけど仕事を優先してしまっていたんですよね。息子が生まれた後ぐらいだと思うんですけど、まあ夫に怒られてちゃんとやってよっていうので、そうだよなと、私は仕事も好きだけど母ちゃんでもあると、でそれを楽しく両立させようっていうのは一回そこで、はい、思ってなるべく頑張ってます。